Jasmin と申します。沖縄の琉球大学で勉強しています。沖縄の芸術を2つ紹介したいと思います。沖縄折り染めと琉球グラスです。お楽しみください。芭蕉には中国の明代以前からの歴史があります。中国に貿易品として献上されました。九州の薩摩も欲しがって献上させられていました。その理由は芭蕉布が他の布を比べると辛くて丈夫だという特徴があります。さて、琉球の船はアジアを旅して、琉球人はイカトという部分的に縛って染めることで模様を出す技法を習得しました。これは日本語でかすりと呼ばれる技法で、沖縄から広められ、たくさんのいろいろなデザインが作られるようになりました。かすりのデザインを作る糸を特定の部分だけ染めないために紐で縛ります。変な匂いがしている琉球藍と植物から藍の色が出ます。そこから糸を伸ばして乾かします。紐をほどくと模様が現れます。次に、おさ同士という工具で、おさという目に糸を通します。このように、決めたデザインの通りに糸を順番に通します。糸を溶かしてバラバラにし、もつれを取ります。縦巻き台というテーブルに糸を立て、ちきり箱という道具に巻きます。今、かすり柄がはっきり見えてきました。それから折るために旗を準備します。まず旗に染め糸を通します。そして、長の目に糸を戻します。旗を準備して、やっと折り始められます。今、折る方法をお見せします。ペダルを押し、並べてある糸を開いて、チャタルを通します。糸を押し付け、反対のペダルを押して、帯に糸を閉じ込めます。きつく折れたことを確認するために、もう2回押し付けます。この方法で、一列ずつゆっくり全部折りきました。これは私が作った帯です。5つと4つのブロックが交互に並んだミンサというデザインです。君といつまでも一緒にという意味が持っています。日本語でいつの世とは、いつが数字の語、用が数字の4を表し、永遠という意味になります。そのデザインはロマンチックな感じがして、白と藍のコントラストによって美しく高められています。その他にも多くの沖縄の島々の文化に見られるデザインも特別な意味があります。沖縄の布について特徴を教えてください。はい、沖縄はですね、この瓶型、それから
それからですね、このような花織ですね。そしてかすりで、この3つがですね、沖縄の染め織の特徴ですね。この黄色はですね、太陽を表しますので、王様あるいは王子しか使えない色、あるいはこの衣装ですね。で、文様は中国からの影響と日本の影響があります。この衣装は鳳凰、それから鳳凰、そして正解派があるので中国の影響があるというふうに言われています。で、かすりはですね、こちらにある、これ与那国の帯ですね。それからこっちは竹富島の帯ですが、この白と黒の柄は、これはムカデを表します。ムカデというのは足がいっぱいあるので、足しげく私のところに通ってくださいっていう意味があります。それからこの2つの柄ですね、これいつも2つが寄り添っていくということで、末永く仲良く行きましょうという意味があります。それからあと、ここにあるかすりをですね、1,2,3,4,5 ってありますが、これは、こちらの、帯にあるようにこういうふうにかすりをくくるんだけども、見ていただくと分かる、こうやってスライドすると1つと2つとこうやって、かすりをくくっていって、あと折る段階でこうやってスライドさせると、そうするといつのよもという形になって、 この方法をマーシンって言います。あるいはマシンっていう、これは、沖縄にしかないかすりの、特徴です。この方法を応用するとこういうかすりもできるわけです。これが沖縄の、かすりの特徴ですね。それからもう一つ、ここに花織というのがあるんですけども、一見オレンジ色なんだけど、よく見ると細かい柄がですね浮いています。まるで沖縄の人のようにですね、一見そのちょっと引っ込み思案のようなんですけども、お付き合いすると非常にこう情け深くて親切っていうのが分かるように、柄もですね、こうそばで見ないと分からない。それもやっぱり沖縄の、奥ゆかしいというか、大事な布に現れている特徴ではないかなと思います。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ビューティーグラスは伝統的な芸術と言われていますが、歴史はかなり短いです。第二次世界大戦の前にはグラスで日常的なものだけ作っていました。第二次世界大戦の後、アメリカの駐留軍が沖縄にグラスの空の瓶を持ってきました。沖縄の人はこのグラスでカップを作り始めました。時代に他のものも作られるようになりました。中に小さい泡が見えます。昔は空の瓶の不純泡ができていました。しかし、この泡のおかげで、グラスは芸術的で美しいと認められるようになりました。Ryukyu Glass はまだ人気があり、沖縄のシンボルの一つと言われています。最初のステップは、一般的な形を作るために息を吹き込みます。スタッフの方は忍耐強く教えてくれました。工具でガラスの上と下の形を作ります。同じの工具で下をちょっとへこませます。少し冷えたので青空色が見えます。その色は酸化銅から出ます。
それから上の形を作るために棒から外します。次に棒を前後して上の形を作ってみます。見ていると簡単そうですが、やってみると意外に難しいんです。この時ちょっと失敗しましたが、優しいスタッフがもう一度熱心にいてくれました。親切なスタッフのおかげで二度目にはもっと上手にグラスができました。本当にいい経験でした。これは私が作ったグラスです。昔と違って、この泡はグラスに吹き込む前に重曹を入れて作ります。とても楽しかったので、沖縄に来たらぜひ Ryukyu Glass を作ってみることをお勧めします。グラス以外にも食器や置物など様々なものが作られ、芸術として称賛されています。ビデオを見てくれてありがとうございます。沖縄には他にもいろいろな面白いことがあるので、ぜひ味わってほしいと思います。ではさようなら。